決めるぜ英雄竜ロードドラゴンでアタックライフで受けてバースト発動だぜ。もうライフ残ってないし。そう、バトルスピリッツ、ギャラクシー渡辺のバトスピやろうぜ。デラッシュ、ギャラクシー渡辺と対戦するのはカードバトラー八尾優斗くんだ。大ぞー、さあ行くぞ、ゲートオープン、開放、ギャラクシーのターン、バーストセット、骨焼きクリザンテ、じゃあサーブカーラスでアタック、そのダックライフで受ける、バースト発動、英雄竜ロードドラゴン、バースト召喚だ、ローコストで召喚、バーストをセット、正確部分にゴンド召喚、バンクロー召喚、ゴンドでアタック、ライフで受けてバースト発動、絶好標準、自分のライフ減少時ボイドからコアを1個ライフに置く、さらにコストを支払いフラッシュの効果を使用、バトルが終了した時アタックステップは終了だ、ターンエンド、バーストセット、ツインブレードドラゴン、アタック、アタック時の効果で1枚ドロー、さらにリミフィ4000以下のスピリット1体破壊する、バンクロー破壊、バイバーイ、ライフで受ける、英雄竜ロードドラゴンでアタック、ライフで受ける、俺の勝利だ。今回の勝者はギャラクシー渡辺だ。優斗くん残念だったが、君も素晴らしいカードバトラーだ。ギャラクシー渡辺のバトル解説。英雄竜ロードドラゴンはバースト効果を持ち、自分のライフ減少後コストを支払わずにバースト召喚することができる強力なスピリットだ。さらに自分のバースト発動後、発動したカードがコスト5以下の時、BP9000 以下の相手のスピリット1体を破壊できる驚異の効果も持っている。ロードドラゴンをバースト召喚させて目指せ最強のカードバトラー。教えてギャラクシー。東京都リアルミスターさん33歳からの質問です。俺ギャラクシーみたいにバトスピのカリスマになりたいんですが、どうしたらなれますかって。これミスターってバトスピ界のミスターこと立花慎之介さんからのお便りだな。そう、カリスマへの道は長く険しい。しかし戦い続ければ必ずその道は開けるだろう。対戦希望者はカートゥーンネットワークのホームページへ今すぐアクセス。今回のバトルで使われたデッキレシピも公開中だ。バトスピヒーロートレーナー、ヒーロートレーナーがバトスピを教えてくれるぞ。どしどし参加しよう。セクシーノーギャラクシー。